いっそここでノブナを討ち取れば終わりは斎藤家のものです。文武両道と名高い明智十兵衛光秀、頭角を現してきた若き俊英でございます。やっぱ見てたのか。にしても隣の女の子は可愛いな。相良先輩、優しくしてです。お守り？私の手縫いなんだから感激しやがれです。いいから。死んでもらっちゃ困るんです。私と猿先輩で信長様に天下を取らせるんです。途中でいなくなったら承知しないです。信長、呼ぶなら私の名前を呼びやがれです。これで清水寺の借りはチャラですからね。絶対に死なせやしないです。姫様と吉原仲良すぎ。そうですね。なーに、私に比べればまだまだです。兄様と何かありましたな？何もないですよ。